11月11日、ノバルティスファーマ株式会社並びに愛媛大学が愛媛県庁を訪れ、愛媛県における心不全及び高血圧を中心とする循環器病対策に関する産官学連携協定の進捗についての記者説明会が行われました。中村知事は、県の取り組みとして今年の8月に愛媛県循環器病対策推進協議会を設置し、本県の対策のための計画策定や取り組みに対する議論を進めている。今後も引き続き県民の皆様の健康寿命の延伸につながるよう活動を実行していくと述べました。愛媛大学の山口教授は、当連携の締結から県民の皆様に対する啓発活動を行ってきた。心疾患に対する研究という側面で使命感を持って取り組みたいと述べました。ノバルティスファーマ株式会社のレオリー代表取締役社長は、当社は革新的な医薬品の開発を行うことによって、多くの方々が幸せになることを願っている。産官学の取り組みを行うことにより、県民の皆様と健康に貢献したいと述べました。